石巻市立門脇小学校は、宮城県石巻市、門脇町にあった、公立小学校である。東日本大震災における適切な避難が、評価された。東日本大震災により門脇、小学校学区内の人口が減少し、今後も人口増加が見込めないため2015年をもって、門脇小学校を並行し、石巻小学校と統合することとなった。 学区は以下の通りである。なお、2020年11月14日現在においては、統合先である石巻小学校がこれらの学区を担当している。公立中学校であれば、石巻市立門脇中学校へ進学。百合トル編ルヘンミ風道オ小学2年生まで、在籍2011年3月11日に発生した東日本大震災によって被災した。 震災当日、一部の生徒は下校していたが校内には240人の生徒が残っていたが、地震直後より教師の誘導のもとに裏山に登らせた。一旦下校して戻ってきた人数を含めて275名の生徒が裏山に登った。生徒の保護者らも迎えに学校に来ていたが、いちいち確認できないとして保護者も山に登らせた。 校舎には新たに避難してくる人を誘導するために4人の職員が残っていた。やがて住宅や電柱をなぎ倒して津波が押し寄せてきたので校舎に残っていた40人の住民と職員も急いで裏山に避難した。角脇小学校ではかねてより裏山への避難訓練が実施されていた。そのため未曾有の大地震があった際の意思決定でも揉めることなく教師、 生徒、保護者に至るまで、スムーズに行われたと考えられる。学校のある地区での津波の高さは6メートルを超えた。校庭に停めてあった保護者の車を含め、多数の自動車が流された。やがて漏れ出したガソリンが引火して校舎は炎に包まれた。津波と余震のために消火活動はできず、火災は3日間継続した。生徒らは4カ所の避難所に分かれて生活した。 震災では在校していた生徒は全員無事であったが、すでに下校していた生徒のうち7名が死亡した。適切な避難ができずに過半数の生徒が死亡した、石巻市立大川小学校とは対照的な結果となった。被災した校舎は損傷がひどく放棄された。震災以降として保存し、教訓を後世に伝えるべきという声もある一方、門脇町の住民には、 早期の解体撤去を望む声も多かった。2013年時点で、すでに多くの被災建築物が解体されていたものの、校舎については、震災以降として、部分的な保存が図られることとなった。保存場所は、同校跡地、または南浜地区に整備予定の復興記念公園となる予定である。校庭は、近隣の学校が運動場として使うため、 2013年現在整備が進んでいる。石巻市は2019年度より8億5000万円をかけて整備を実施し、校舎は中央部の6教室分のみを残して、解体の上、残部は補強を実施する。特別教室棟と体育館は展示スペースとする。2020年度末までの完成を目指すとしている。中央部を除く解体は2019年12月に、 着手され2020年2月までにほぼ完了した。それに先立つ2019年10月9日には報道関係者に対する最後の内部公開が実施された。ありがとうございます。